よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いいですか？聞こえますか？大丈夫です。聞こえます。じゃあ、そうそう始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう今回は19回です。引き続きモナトの話ですね。で、内容的にはまあ、11章全体ではない。書き損じてますけど、14章の終わり近くまで行きます。すごい。ちょっと違う感じですが。進めていきましょう。で、話としてはまあ、計算の状態。ハスキルは純粋な言語で、これはグローバルな状態を持ちません。かつ、関数は普通副作用をもたらさないように作りになっています。なんですが、まあ、計算するときに状態が本質的な計算モデルに含まれることもあって、じゃあ、ハスキルでは一体どうやってそれに対処するのか。で、まあ、もちろんそれは、モナドをやるわけなんですが、ここを消し忘れたのかね。で、状態を扱う計算モデルのイメージなんですが、例えば乱数を扱う計算とかがそれですね。こんな感じで。ハスキルで、まあ、乱数を使って、タプル3つそれぞれに乱数を出したいという場合なんですが、前以前使ったランダム J 関数を使って、まあ、乱数を生成していきますが、実際にはランダムも関数でしかないので、まあ、このように毎回、異なるシードを与えてやって、乱数を作る必要がありました。はい。で、これはちょっと、まあ、あまりよく、あまり見やすいものではありませんね。まあ、これを例えば、手続き型でやってみると、これは Python で書いていますが、まあ、こんな感じで。毎回関数は呼んでいますが、関数の中に、乱数生成器があって、関数呼び出しがされるたびに、ジェネレーターが更新されて、異なる、結果が得られるというふうに思います。では、まあ。で、こういう状態、まあ、内部に状態を持ったような計算を扱えたら便利ですね、という話です。で、そのためにあるのがステートモードです。で、状態付き計算というのが、ある状態から更新された状態と計算結果を得る計算。二つ前のスライドだと、ここら辺ですね。ニュージェンが、まあ、ジェンから更新された状態で、こっちのタプラの第一、まあ、左側の方が、計算結果という感じですかね。で、そういうふうに、まあ、状態付き計算の型を考えると、こういうふうになります。左側の S が状態で、状態文をもとに、計算結果 A と、新しい状態を得ます。得ることができます。はい。で、次のスライド。この手の状態付き計算としてスタックを考えます。スタックは、まあ、イントのリストにしておいて、ポップは、リストの先頭を、まあ、計算結果として取り出して、リストじゃなかった。スタックは、まあ、リストの残りの要素にしてしまって。プッシュは、引数とスタックというか、スタックを与えたら、まあ、結果はなし、カッコ、カッコカッコ閉じを返して、で、新しい状態としては、引数に与えた A を、その
リストというか、スタックの一番上に積むと、積むようにするという感じですね。ここまでは普通ですね。はい、至って普通です。じゃあ、これを使ってスタック操作をやってみると、まあ、こんな感じになります。まあ、最初にスタックを、スタックマニフっていう関数を作ると、スタックを引数にして、プッシュ3して、ポップしてポップするというような操作をこういうふうに書けます。まあ、実際実行すると、まあ、プッシュ3してポップしてポップした結果が、まあ、こういう風になっています、ね。はい。ただ、まあ、やっぱりこの書き方は冗長ですよね。どういう話ですか。そうですね。スタック1、スタック2ってやらないといけないし。はい。で、これをこういう風に書けたら嬉しいですね。と嬉しい。さっきのものだと、で、いちいち、スタック、新しいスタックの状態に名前をつけて、それを次の、まあ、操作に渡していく必要がありました。まあ、これはあんまり汎用的ではないですね。いちいち名前をつけなきゃいけないのは面倒なはずです。で、かつ、で、じゃあ、これをどういうふうにやるのかというのが、まあ、スタックもので、ステートオーナーと。で、その定義はこんな感じになります。ステート自体は、まあ、中身に、さっきの、状態付きの計算を持ったニルタイプになっています。はい。ニュータイプは大丈夫ですね。ちょっと忘れてきました。ニュータイプって一つしか、はい、何かをくるむやつでしたよね。この場合は、S から AS への関数をくるむっていう形ですよね。そうですね。はい。で、これの、モナトとしてのインスタンス定義はこんな感じ。リターン X、一番最初の、あ、ちょっと、失礼。順を追って話さないと。言い忘れましたが、このコンストラクター、ステートがエクスポートされてないので、自分で使うときは、全部小文字のステート関数を使ってくださいという話でした。で、次。ライターと一緒だ。はい。ライターと一緒です。4行目。ここのリターン X。リターン X は、これは、X を計算の結果として、かつ、状態はそのままで、の状態付き計算を返します。を作りますと。これはまだ自然な、まあ、考えだと思います。はい。で、次。ちょっと待って。なんか。ちょっと。なんか。あれ？ちょっと順番がずれちゃってます。いや、ちょっと待ってください。はい。これは文脈と言われても結構すんなり分かりそうな感じですね。そうですね。前のリーターがちょっと分かりづらかったなっていう感じですね。これってちょっと質問なんですけども、はい。ちょっとレベルの低い質問なんですけどね。大丈夫です。みんなレベルすごい低いんで。ニュータイプで新しい型を作るような感じだと思うんですけども、はい。このステートの型は、型変数として S と A を取ってると思うんですよ。はい、1行目ですね。ニュータイプステートの S と A。はい。
はい。で、構築詞がステートがあって、その後ろに、まあ、型、こういう関数を取る型だっていうのは分かるんですけども、まあ、こういう関数を取るデータというか、新しい型だっていうのは分かるんですが、次3行目に行って、インスタンスの話になると、モナドの隣の括弧で、ステート S と A が消えちゃってると思うんですよ。この A はどこ行っちゃってるんですかね。じゃあ、鈴木君にお手配してもいいですか。私の理解ですと、モナドって、型構築詞、うん、型パラメータを一つ取る型を、に対してインスタンス化ができるので、ステート SA の A を外してあげることによって、ステート S っていうのは、型パラメータを一つ取るような、そういう、はい、型クラスになっている、型クラスでいいのかな、になっているはず。ああ、なるほど。ということだと思います。その通りのはずです。あ、了解です。よくわかりました。ありがとうございます。はい。で、じゃあ次。これが、ちょっと順番がおかしくなっていたんですけど、5行目のバインドが、まず、5行目して、ステートの H、ステートの H という、状態付き計算と、右側の、値を受け取り状態付き計算を返す F から、まあ、新しい状態付き計算を作っている。難しいよ。まあ、これはちょっと似たままなんですが、ちょっと型の方を見てみると分かりやすい。5行目の左側が、ステートのダラの S から AS。これが H の番ですね。で、F が A からステートの S から S 矢印 B の S と。で、この2つから、ステートの S から B か B チョン S がやられと、を作ってるっていう感じです。ごめんなさい、ちょっと全然ついていけなかったです。ああ、どうする？はい。もう一回聞いてもいいですか。はい、それはそのまとめるとのところに書いてあるのは、それは何ですか。まとめるとき、ちょっとまあ多分ここら辺型注釈とかが書けないからややこしくなってるんじゃないかなと思って。まあ、それを書いてみたんですけど、うん、H の型はこれですね。ステートのダラの S から、結果 A と S を返すような関数が H です。H は、これはここの、うん、まあ、定義そのままですね。はい。で、F の方は、まあ、結果 A を受け取って結果というかこっちの H が H という状態付き計算がまあ何かしら結果を出してくれるわけですよね。でその結果を受け取って新しい状態付き計算を作ります。これはここわかったような、わからないような、大丈夫だと思います、多分。これ値をはめ込んでみたとしたら、まあステート1から H の方はステート1からステート2に遷移して、F の方は H が出す結果からステート2からステート3に遷移する。まあ、状態付き計算を作ってくれると。結果としては、ステート1からステート3に状態遷移して、かつ、まあ、新しい結果 B が得られるような状態付き計算が返されますと。
またちょっといいです？どうぞどうぞ。5行目のステート1の、はい、その演算子があって、その次の F があると思うんですけども、うん、この F と、7行目の F はどういう関係でしたっけ？この F と7行目の F は同じものです。大なり大なりイコールの演算子が中置記法で、これはパターンマッチって言っちゃった、パターンマッチだっけ？ガードなんだっけ？で定義されているので、ステートエッジと F が、大なり大なり、大なり大なりイコール関数の引数ですね。F は引数です。ここを書き換えてみると、うん、おお、いいと思いますか。そうです、そうです。H と F を引数に、まあ、失礼しました。あ、ちょっと勘違いしてました。うん、イコールが、あれ大なり大なりイコールが関数名。はい、そうですね。すみません、インスタンスの。すいません、ちょっと勘違いしました。インスタンスの定義でしたね。そうです。はい、すいません。そうなんですけど、僕自身あんまりよく理解できてないんだよな。H は、ごめんなさい、H は、H って状態ですよね。あれ？H の方は状態付き計算です。状態付き計算なの？はい。H って何？ H の型は何？ H の型は、この S ミヤティシエチョン S と。そうなんだ。あ、なので、ここで、H を S に適用して、まあ、新しい状態と、その結果を得ています、ね。難しい。で、その結果をもとに、F から、まあ、新しい状態付き計算 G を取って、それをさらに、H を定義させた状態にかけていると。そうか、そうか。そうですね。なるほど。そうか。うん。うん、うん。関数の時にそうやって書いた場合は、そうですよね。はい。まあ、どういうこと？データ構築士の方でマッチされるんで、H は S から S なんですね。そうですね。もうなんかちょっと1週間やらなかったんで忘れちゃったんですで、それに S を適用すると A と新しいステートが出てきて、で、それに F を適用するとステートと G が来る。G って何でしたっけ？あ、G も S から S か。G も状態付き計算ですが、まあ、F の元の F が A を引数に返してくれるんですね。こっち側の、ここの説明だと、なんかちょっとおかしい。ステート2から、まあ、ステート3に状態遷移させて、かつ、結果 B を返すというか、そういうものですか。それが F。あ、これが G です。あ、ここが G。G。F は A を普通にこう G を返すところまでですね。難しい。うん、そうか、G ね。なるほど。多分、あと30分ぐらい眺めたら分かると思うんですけど。あんなにさっき、
先に進みましょうか。うん、じゃあ、ちょっと次に進みますね。はい。で、さっきのスタックをゲットワードにしたいと思います。やるのはこんな感じですね。もう、さっきのスタックの計算の方を、まあ、ステートに加えたのが、それでもうステート、ワードになってくれます。この、まあ、型が結構変わってるのに気をつけてください。うん、もしかしたら。ちょっと待って。ちょっと文字を聞かせてもらって、こっちの方はちょっと分かりやすいか。よく見えます。はい、上にあるポップ、プライムとプッシュプライムが最初にや、最初に定義したやつです。で、それをステートに関数に加わせれば、それがもうステートモードになってくれると。うん、これを組み合わせると、こんな感じ。最初にやろうと思っていた、do でプッシュ3して、a にポップをバインドし、a にポップした結果をバインドして、もう一回ポップする。ということができるようになります。これポップし、エラーになるの？はい。これってポップしすぎでエラーになる？ああ、いや、与える引数によりますね、これは。あ、そうか。あ、なるほど。与える引数による。うん、今の定義には引数出てなかったけど、実は引数を取る関数で。ほうほう、あ、なるほど。スタックの初期値を数として渡してあげるってことか。なるほど。なんか読み込む。ちょっと、あれ、バーセーブ。さっきの定義だと、パターンマッチで、エラーになりそうな気がしないでもないですが。どのあたりですか？あ、それの、ポップダッシュですけれども。ポップダッシュ。一番上の行です。一番上の行。あ、これ違います。あ、やっぱそうですよね。まあ、カラーリストが来たときにエラーになるんですね。あ、そうですね。なんで、ポップしすぎるとエラーになりそうな気が。なんかパースエラーとか言われてるんで。うん、あ、すいません。ノードとインポートを間違えてただけで。ちょっとターミナルの方の文字もできれば大きくできますか。うん、ありがとうございます。3、これを渡してやると、なんか怒られた。ここかな。あれ、ちょっと待って。あれ、第一引数ってステートを取るんじゃないのかな。うん、スタックメイン P って。あれ、スタックメイン P、スタックメイン P の方は、ステートスタックイントなんですね。
もうあれ、これちゃんと動いたはずなんだけど。え、スタックメイン P って関数じゃない？いや、関数です、これ。そうなんですか。ですか。それはステートが関数だから？ステートが、もうそうです。まあ、そうか、ステート関数で、ステート自身は、イントを取って、スタックイントを返すような形だから、頭が難しいです。あ、スタックメイン、マニップに対してランステートをかけると関数が返ってくるんですね。ダラーはいらないんじゃない？あ、ですね。でした。はい。失礼しました。左につけて、試しにからでやってみるとエラーが起こるはずです。はい。うん。だとして引きされたようにポップフライムで、まあパターンマッチのエラーが起きていると。はい。なるほど。ところですかね。ああ、これ今やってたのか。こっち見ておけばよかった。で、さっき、まあ、最初に見せた乱数生成のところをステートノードにすると、こんな感じになります。もともとランダムという関数がこういう型を取るので、まあ、これは、ステートに変わせられる型になっていました。なので、まあ、ランダム ST という感じで、ランダムをステートに変わせてあげれば、これを、do 構文の中で使うことができます。こんな感じ。これすごいいいですね。いいですねというか、普通ですねというか。普通。これだよ。これを実行してみると。はい。まあ、一応、ランダムな結果が返ってきますと。というところでした。ステートモナドは結構、これは結構使えそう、分かりやすい。うん、そうです。定義はよく分かんないけど、使いどころはたくさんありそうですね。さて、じゃあ次にしてみます。ここまで大丈夫ですかね。大体大丈夫です。はい、大丈夫です。レーザーモードですが、まあ、これもモダノになっていますという話です。まあ、こんな感じで。レーザーの定義は、型 A と型 B を取って、レフト A または、ライト B を、まあ、持つようなデータ型です。インスタントとしてはこんな感じの、リターン X はライト X で、まあ、ライト X に何かしら関数を返せると、F、何かしらというか、エイザーモナドを返すような関数を返せると、まあ、ライトの中身に、結果音が返ってきます。で、逆にレフトの方に、何らかの関数を、渡してあげても、これは、あ、スペースが抜けてる。レフトエラーと。
いうものですね。大体これは、maybe と同じように使えます。さっきの定義通り、left に、まあ、こういう関数を渡してやっても結果は left のままで、かつ、left と left を渡してやった結果は、まあ、やっぱり left。私も left の方ですね。で、左側が right です。右側に関数を壊せると、それが、まあ、ちゃんとフライトの中身に適用されたものが返ってきます。で、エラーになるはずがうまくいってしまったってどういうことですか？そうですね。これが、ちょっと見てみます。なんか、バージョンの違いなのかもしれないんですけど、でも、こっちの本の方だと、まあ、これがエラーになったはずだったんですが、なぜエラーになるんだろう。まあ、すごい、テキストの方ではこれは、まあ、エラーになるはずだったんですか。ライトじゃなくてできたのか。あ、でも同じだよな。ターンでは一緒のはずですよね。で、なんでかエラーが起こらないんですけど、本来はエラーが起こってほしくて、というのはですね、ここの部分はエーザー型を持つんですが、これ、レフト側に入る A の型が一切出てこないので、まあ、テキストの方だとそこで何かしらエラー、わからない型を使っているので、それでエラーになって欲しいところなんですが、まあ、それは起こってない。そうなんですか。そうなんです。不思議ですね。Ambiguous Type Variable A in Constraints っていうエラーが出るはずだったけど出ない。なるほど。パスケルが賢くなったんですかね。そうかもしれないですね。はい。教科書通りにやると、これを動かすためには、こんな感じで、エーザー、まあ、パスケルに、レフト側に帰る、レフト側に来る型を与えてあげないとダメだったんですけど、動くようになっていました、なぜか。はい。はい。はい、そうです。イーザーはストレートモナドに比べると随分簡単ですね。簡単です、うん。そうですね。型シグネチャーを使わないといけないってことで、まあ、ここで出てきたんだと思うんですけど、それが、説明できなかったなと。まあいいや。何も考えなくて大丈夫ってことですね。そうですね。まあってで残りは、14.5 の便利なモナディック関数の話をします。でモナディック関数というのは、モナド値を操作したり、モナド値を返したりする関数です、ね。といっても、まあ、ちょっと見てもらえるとわかるんですけど、フィルターとマップとフォールドというのが、まあ、それぞれモナド版のものが出てきます。あと目新しいのがジョインというものと上のリフト N と AP ですね。順を追って説明していきましょう。お願いします。まずリフト N、言ってしまうとこれが Fmap のモナド版です。ほとんどそのままですか。
A を受け型 A を受け取って B を、まあ、返すような関数を、窓の A を受け取って窓の B を返すような、まあ、関数にします。まあ、F マップと比べてみると、まあ、そのほとんどそのままでですね。ファンクターの部分がモナドに変わったぐらい。モナドはファンクターじゃないんですよね。あれ、モナドはファンクター？ファンクターはモナドかもしれませんけど、逆は一概にはいる。ファンクターはモナドの可能性がある？そうですね。可能性もない。関係ないでしたっけ？ファンクターとモナドって。型の制約とかは特になかったと思うんですよ。そうです。じゃあ、モナドの定義あった。じゃあ、ちょっと別物だと思ってればいいですかね。うん。そうですね。ちょっとどっかに書いてあったような気がするんだけど、まあいいや。まあ、比較してみると、まあ、ほとんど同じです。F マップで、かける差をしてみると、ジャスト8がジャスト24になって、リフトへのかけ算をジャスト8に適用すると、ジャスト24になる、うん。まあ。メイビーはファンクターでもあってもラムでもあるんでしたっけ？そうですね。メイビーはファンクターであり、アプリカティブファンクターであって、かつ、モナドです。うん、で、さっき質問されたようなお話ですけど、リフトエムは Fmap と同じことをしますが、ファンクター型クラスを全く参照していません。ということで、Fmap はモナドの機能だけで実装できる。すなわち、モナドは少なくとも、ファンクター以上に強力だと。そうなんですか。少なくともファンクターと同じ機能を持っているわけなので、何か追加してファンクターにできない機能があれば、まあ、ファンクターより強いと、強力だと言えるという話。うん、で、FM の他に、まあ、似たようなものがあって、AP が、まあ、アプリカティブファンクターで使った括弧閉じのものは、これまたモナド版です。型を見てみると、モナドで包んだ関数があったとして、それを、モナドの A に適用したら、モナドの B が手に入ると。これもアプリカティブファンクターと同じですね。同じものです。そうです。そうですね。ということで、もうこれも結論としては、モナドは少なくともアプリカティブファンクター以上に強力だと。少なくともアプリカティブ。比べるようなものなの？ちょっと理解を確認したいんだけど、はい、AP はそのモナドの、モナドで実装しなきゃいけないリターンとバインドがあればそれを使って実装できますっていうことですか？うん、そうですよね。ここではやっぱりアプリカティブファンクターの機能は全然使ってないわけですね。なので、アプリカティブファンクターにできることはモナドだったら何でできるはずということが言えるわけです。なんでモナドはアプリカティブファンクターじゃないのか。それはまあ、やったように、いやまあ、歴史的経緯があったですね。あるわけですね。あれ？モナドってアプリカティブファンクターにしようと思えばできるって話でしたっけ？そうですね。ただ、ハスケルに組み込まれたのが、モナドの方が、アプリカティブファンクターにより古くて、でそのため、アプリカティブファンクター、まあ、モナドはアプリカティブファンクターのインスタンスにできるんですが、
足りていないような実装もまだあると。うん。なるほど。実際、アプリカというファクターの、まあ、インスタンスにするのは簡単で、AP が、カッコスターカッコであると書けば、それで終わりのはずです。はい。そうなんだ。この、小なり、フル大なりに相当するものはない。小なりなんだ。小なりドル大なり。あ、あれは Fmap だ、実際には Fmap だったはずです。なので、まあ、リフト M がそれに相当するかなと。うんうん。アプリカティブファンクターはすべからくファンクターなんですよね。違いましたっけ？違う。ちょっと定義を確認させてください。すみません、僕も覚えてないです。あ、ちょっと。これで。なんだっけ。アプリカティブファンクターはファンクターですね。240ファンクターファンクター。あれです。フーグルでもそう言っていますね。コントロール、ですね。はい。モナドはどうでしたっけ？モナドはファンクターなんでしたっけ？はい、Fmap って書いてある。モナドは何でもない。ファンクターではないと。うん、そうだったのか。でも、ファンクター的なことはできるのか。じゃあ実際の方がモナドとファンクターもしくはモナドとファンクターとアプリカティブファンクターみたいなのを、実装してるってことですね。じゃあ、それでいいですか？はい。次に進みます。で、じゃあ、ここまではモナドにできて、じゃなかった。ファンクターまたはプリファーティブファンクターにできて、モナドにできないことはないという話だったんですが、逆に、モナドにできてアプリカティブファンクターとかファンクターにできないものがあるか、という話になるときに出てくるのがジョインです。で、ジョインはモナド値が入ったモナド値を取って、ただのモナド値を返す。というのに、型的にはこれです。モナド M があって、M、モナドの A をさらにモナドで包んだものがあったら、それを単純なモナドにして返すと。ジョインのジャストジャスト Q だったら、これは単になるジャスト Q にすると。ああ、この例は割と分かりやすい。そうですね。意味わかんねえ。いや、単純に内側のモナド値を取り出しているだけと言っていいんですかね。同じ種類のモナドで複数くるまれるということがあり得ると。よくあるものであると。ちょっとよくあるかどうかは分かんないです。なんでそこから中身を取り出すのがジョインという名前なの？なんででしょう。なんででしょう。わかんなくて。なんか書いてわからない。
三島さん何か知ってますか？いや、なんでジョインかは、ただ、IO モナドの関数で、はい、まあ、IO モナドの関数をこう引数にもらってですね、で内部で実行して、帰ってくるっていう、なんかそういう単純な形はよくやります。うん、実行上やるんですけど、なんでジョインかとか、なんでこういう専用の関数があるのかはよくわかんないですね。うん、もう私ならこれ、普通に、いや、こういうやり方はやらないですね。もっと、なんていうか、泥臭いやり方でやってます。あ、そうですよね。まあ、なぜジョインかはちょっと謎ですね。はい。で、ジョインなんですけど、まあ、ちょっと今話が出たんですけど、ジョインを状態付き計算を介する状態付き計算に適用すると、これが外側から処理されていくような感じになります。といっても、ちょっとこの例は分かりにくいような気がします。ランステートのジョイン、内側に、プッシュ、これが一番内側の状態付き計算で、それをさらに状態付き計算にして、で、ここのリストに適用してやると、最初に、ここの1コロン2コロンのと、こっちの外側のリストが結合されて、さらにそこにプッシュされているような操作をされます。難しい。うん、なので、こっちの方がまだ分かりやすい。こっちは IO モダノにしたものなんですけど、プットストレームワールド。こっちの方は三段構成になっていて、これが型ですね。一番外側の IO ではハローを出力して、次の IO アクション、IO モナドでは、ワールドを出力して、一番内側の IO リアクションだと、びっくりマークを表示する。で、これをジョインでほどいてやると、やっぱり外側から強化されていっているようになります。あ、私の言ったのはこんな感じです。こんな感じになっちゃってるんで、ただジョインを使わずに、この真ん中の例で私はいつもやってます。真ん中の例、真ん中のこんな感じでプログラム書いちゃってるという方どうですかね、うん、このジョインという関数を使わずに、うん、なるほど、こう入れ子構造にどんどんなっちゃって、大きく見たらこんな風になってるということですね、うん、入れ子構造によくなるもんなんですか？結構なりますね。ちょっとなんかこう分割して、機能ごとに分割して作ろうと思うと、この部分の IO に関しては、少しまとめたりやると、こんな風に、入れ子構造になっちゃって、で、私はもうそれを気にせずそのまま書いてるんですけども、このジョインを使えば、もう少し綺麗に書けるんだなっていう気がしました。まあでも、なんか、よくわかんないで使わないと思いますね、私は。で、このジョインの実装はこんな感じになっています。で、まあ、残行名のあたりで、モナドを組んだモナドからモナドを取り出して、そのモナドを、まあ、返してやっていると。で、この4行目で、3行目ですね。3行目で、バインドしたときに状態付き計算の計算が行われて、結果が取り出されると。そのため、まあ、入れ子になっているときは、外側から、副作用が起こっているように見えますという話です。はい、MM が MMA なんですよね。入れ子になったものなんです。MMA で、バインドしたときに中の MA が取り出されて、M が MA なんですよね。あれ違う？
で、これが好きには、この時にスタックに積むとか、標準出力に出力するとかの副作用が起こっていますと。うん、なので、まあ、外側のもの、こっから、M かっこ MA から、内側の MA を取り出すときに、まあ、3行目の計算が起こって、で、外側から評価されていってるように見えるという次第ですね。うん、分かったような、分からないような。で、先ほど言ったように、まあ、ジョインはファンクターやアプリカというファンクターでは実装できませんということで、マードはファンクターや、アプリカというファンクターよりも強力なものであるということになります。はい。うん、ここら辺は、あんまり便利なモナディック関数の紹介って感じもなかったではなかったような気がするんですね。リストのジョインとかはすごい分かりやすいですね。分かりやすいというか、まあ、ジョインっぽい。うん。次行きましょう。で、はい。こんな感じ。あとはまあ、便利なモナディック関数の紹介です。マップ M。これは、これは実際に IO アクションの時にやったんですけど、ここで、まあ、おさらいを、意味を含めてやっておきます。まあ、で、こんな感じで、引数からモナドを返すような関数を、リストに適用することができます。適用した結果は、まあ、モナドで積まれたものになります。X を、メイビーモナドで積むようなものにした場合には、結果は、メイビーモナドで積まれたようなものになります。で、こんな感じで、マシン上のメイビーモナドを使った例で、やりたいのは、100で割った結果を得たいんですが、X が0の時にはナッシングにしたいという計算があった時、これをマップ M でやってやると、0が出てこなければ、ジャストの、まあ、それぞれの結果が格納されたりことが手に入るんですが、一つでも0が出てくると、これは、マッシングになってくれると。ちょっと便利そう。ちょっと便利そうですね。で、これは IO アクションの時にもやったのに見ましたが、ここから新しい感じ。フィルター M。これはフィルターの、モナド版なんですが、上を積んだモナドを返す関数を扱うことができます。この例。ちょっと見づらい。ですよね。はい、この例ではライターモナドを使っています。keep small という関数は、この、引数が4より小さかったら、まあ、待機と言っていいのか、keep なんとかというロゴを作って、そうでなかったら、too large というロゴを作って作りますと。で、かつ、結果は true と false になっています。つまり、4よりも小さかったら、まあ、true にして、かつ、ロゴを、こういう上の側のロゴを出す。小さかった、4より大きかったら、false にして、かつ、こんな、間違えた。下側のロゴです。という。で、これを実行してみると、4より小さい数なので、ここでは、1、2、3のリストが得られるんですけど、ライターの、
あ、ちょっと。ログの方はちゃんと全部に、リストの全ての要素に対して適用されていて、うん、リストの先頭から、まあ、それぞれのログが出ているというような感じになります。で、あ、うん。これもちょっと便利そう。そうですね。これ自体は、まあ、便利なもんですし、データ自体便利なので、そのモナト版が便利だというのは、なんとなく自明なような気がします。はい、そうですね。で、一応、テキストに書いてあったのと、フィルター U で、リストからべき集合を作ることができます。べき集合というのは、まあ、ある集合の、ある集合の部分集合、ある集合の、あり得るすべての部分集合の集合という定義だったんです。はい。で、なんでかフィルター見て、どうやってフィルター見て作れるんですか？はい。そうですね。フィルター A の X から、まあ、データ U の関数で、要素を取って true かと false のリストを作る関数を渡してやると、これだけで、なぜか歴史集合が作られています。なぜだ。ちょっと正直は、うまく説明できる気はしないです。なんか。ただ、マップの方だとこんな感じになっていて、それでも分かりづらいような気がする。うん、マップだと、もう、マップだと、マップだと、それは、なんでか、各、リストの各要素ごとに true or falseの、まあ、が、トゥルーまたはファルスで置換されたような集合が返ってきて、で、まあ、それをなんとなくフィルターした結果が、これをフィルターに気使った結果が上の結果になっているように見えますね。それは、あれか、リストのバインドがなんか掛け算するような定義になってるから、こんな感じになるんですね。ただまあちょっと歴史集合になるのはまだなんかいまいちピンとこない感じはします、ね、で、ところでした。で、マップフィルターときたので、ね、次がホールドウェブですね。ホールドウェブのモナディック版、モナド版で、まあ、そのままという感じなんですけど、A と B からモナドの A を繰り出すような関数を、A とリストに渡すと、モナドの A が返ってくると。うん、これ A だったか。はい、ちょっと、どんなところですか。ああ、この例だと、ビンスモールが、リストの要素の方が Q より小さく大きかったらナッシングにして、それ以外だったらジャスト、という風なものにしています。で、ホールド M をすると、まあ、すべて Q より小さかったらジャスト14になって、一つでも大きいものがあったらナッシングにしてくれる。という具合ですね。これはまだ、これもまだ直感的に理解できるんじゃないかと思います。はい、そうですね。これって L と R はないんですか？
あ、それは、デレット変わるとか。あ、レーザー型の部分ですか、ね、あ、いや、あの、もともとフォールド、フォールド L とフォールド R ってありませんでしたっけ。あ、ありましたね。フォールド。フォールド M は、どっちが固定ってことですかね。フォールド。アナロジアスというフォールド L って書いてますね。ん？あの、説明に、フォールド L のアナロジーだって書いてました。じゃあ、あ、あるんだ。あ、あるんだ。あるんですね。マーディックフォールドオーバー。エレメントオブプロプション。ああ、うん、はい。たまらないそれまで、きっと。はい。いうところでした。今回はここまでです。はい。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大体1時間で終わってくれました。いやー、ちょっと難しいな。これで、14章がほぼ終わりなんですがね。14章あとちょっとだけ残っていて、2節残ってるんですよ。と言っても。あ、3節か。残りが安全な逆ポーランド気候電卓を作ろうと、モナディック関数の合成と、このモデルを作る。3つですね。なるほど。これで1回分ぐらいあるかな。そうですね。まあ、じわじわやりましょう。